はい、じゃあさっきの続きでなんかちょっと広がってきそうだったんで、なんか横のつながりとか、なんかコミュニティとか人脈の関係でちょっとあやちんさんの、うん、はい、なんかそのつながり方がすごい気になったので。あ、本当ですか。はい、なんか経緯みたいな、うん、はい、このつながりの作り方で、私あのもともとはブロガーというか副業でブログをやっていた、アフィリエイトをやっていた時期が長くて、まあ、そこでまあそれこそ横のつながりを求めて、まあ、少し前に流行っていたオンラインサロンに入ったんですよ。で、そのオンラインサロンは結構ブロガーさんが集まるところで、で、その中でのなんかつながりが 今でもというか、それが今の仕事にちょっと関わってたりとかするから、まず自分が飛び込むっていう気持ちが大事かなってすごく思う。なんかね、オンラインサロンっていろいろ言われるというか、いろんな意見があると思うんだけど、やっぱり全て使いようとか生かし方、うん、もう自分なりにポリシー持って、うん、入っていけばきちんとそのつながれるというか、その先々につながるお付き合いになることもあるなというのが実感しましたね。うん、確かに入っただけで解決するっていう。そうだね、うん、そうだね、それはあるかもしれない。やっぱ積極的に発言をするというか、私がなんか一番自分の経験として多かったのが、まあ、今もうフォロワーさん10万人ぐらいいるのかな、リベラルアーツ大学のりょうさんとの出会いがやっぱりすごく大きくて、私りょうさんに、あやさんはもう自分で稼げる力があるから辞められるんじゃんって言われた次の日に会社辞めますって言ったぐらい。すごい。本当で、りょうさんにもびっくり報告したら、え、本当に言ったの、超早いねって言われて、いや超早いですよみたいな。そのスピード感さすがです。本当ですか、ありがとうございます。すごい、結果的に今すごい幸せに、ね、楽しめているので毎日とにかく良かったなと思うんだけど、やっぱそれもあのよく聞かれるんですね。やっぱそういったインフルエンサーの方とどうやったら知り合いになれるのかみたいなのも、はい、でもりょうさんね、ツイッター上だと思う。そう、すごい、すごいですよね。で、もともとりょうさんがいらしたそのオンラインサロンに私もたまたまほぼ同時期に入っていて、で、リベラルアーツ大学というサイトを立ち上げ、まあ、運営されてたのかな、うん、やっぱりこう外注誰かできるライターさんを探してますっていう、なんかりょうさんがつぶやいたのがあって、で、今から15分だけ受け付けますみたいな、気になる人がいたら連絡くださいみたいなことを、まあ、サロン内でやってらして、で、私やってみたいと思ったけど、でもできるのかなとか、やっぱ仕事をまだやってたから、うん、とかいろいろ不安があったんだけど、まあ、とりあえずバーッと書いて、結構熱いメッセージを自分なりには書いて、結構 LINE なのに結構長文書いちゃって、うん、で、書いてるうちにもう締め切りましたみたいな風に来ちゃって、そう、でもね、送ったの、送れた、そう、でもね、5分締め切りより過ぎてたんだけど、送ったの。そしたら、まあ、結局で、ライターのお仕事いただけて、まあ、りょうさんの在宅、そこから今も、はい、講師ともにお世話になっているので、やっぱり行動するってね、さっきね、入ってそのまんま眺めてるだけじゃなくて、入ってこれだって自分の直感にピンときたものに反応するっていうのはすごい大事なんじゃないかなと。いや、それはもう私は体感してます。受け身だったら絶対ダメだなって思う。そうだね、どのコミュニティも受け身だったら結局何にもできずに終わっちゃうなっていうふうには思います。そうです、冬香さんの、ね、増田さんに対する行動力も半端ないですよね。びっくり、結構びっくりした人多かったと思います。何したそのコンサルに入った行くっていうか、はい、あ、すごい、そう、行動を起こしてる時ってなんかあんまり行動を起こしてる感ないんだよね。それはそうかもしれない。そう、なんか単純にもう菅さんに憧れて、うん、なんかこうとにかくなんかこう話聞きたいとか、うんうん、お願いしたいとか、うん、なんかこう無我夢中、うん、なんかあんまり考えすぎないみたいな。そう、なんかね、なんかね、同時期にコンサル申し込んだ方とかで、うん、もうすごいなんかやっぱりちゃんと熱い思いとか、うん、戦略練ったりだとか、うん、いろいろ考えてた人を見るんだけど、うんうん、私多分何も考えてなかった。めっちゃうなずいてるもん。いや、でもなんかその熱っていうかな、やっぱ熱のは多分きっと菅さん感じられてたんじゃないかなと。 LINE、うん、がひたすら長文だったって、ね、永遠に多分言われる。でもやっぱそうです、私もやっぱそうだったんでね、そのライターの仕事を受けたいと思って、やっぱりその分量が大事なわけじゃないんだけど、打ってたら、打ってて、ね、送信したら長くてキモって自分で思ってたもん。分かる、そう、全然長文打ってるつもりないんだよね、うんうんうん、なんか言いたいこと言って特に見直さず、いけポーンって言ったら、うん、ふわっとかなって、なんか惹かれるんじゃん。送ってもびっくりした。送ったから、だから自分で気がつかないぐらいの熱量ってことだよね。そうだったら、うん、
なんか結構ブレーキかけちゃってる人って多いんじゃないかな、遠慮しちゃう、そう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 、なんか理性が先になっちゃうっていうか、そうそうそう、多いかもしれないじゃないですか、あんま考えない方がいいのかもしれないですね、逆に。なんかダメだったらダメで別にいいじゃんみたいな。そう、だから最近めっちゃ思います。なんかリスクないというか、ダメだったらダメというだけで、そうそうそう、突然借金が降ってくるわけじゃないから、そう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 、なんかうざいから借金100万とか降ってくるわけじゃないから、そうだよ、突然のみたいな、突然ね、突然降ってくるのかな。なんか私のところも結構来るのが、その断られたらどうしましょうとか、なんかそういうご相談いただくこともあるんですけど、でも元の位置に戻るだけ。そうだよね、そうなんですよね、そう、あんま考えない。懇親会とかでもこう人と会ったりコミュニティとかそういった時に、はい、私も最初すごい思ってたし、相談を受けるけど、やっぱりその、知識のなさがバレるのが怖いとか、なさがバレるのが怖いっていうのはやっぱ常にこう昔もあるし、今も思う時はあるけど、もうバレてしまえみたいな勢いで、でも、ね、多分バレてると思う。私この間の懇親会で菅さんにもう面と向かって菅さんとお話しするのは実はずっと怖かったってお話を私しちゃいました。あ、自分全て自分のなんかこう話してる中で、私というものの内側まで見透かされるような気がしてめっちゃ分かります。もうなんかもうそれもでもね、隠すのもおかしいから、もう、まあ、菅さんがどう思ったか分かんないけど、でも私は結構言っちゃいましたね、なんかその方が楽、受け取られた方は、それが多分進化するとデート報告とかするようになってるんだから、あーそうだね、それが進化していくと、そうもう、もう多分この連絡ないで遊んでるってバレてるんだよでも自分から言うみたいな、お泊り行ってましたみたいな自分言うみたいな、なるほどね、なるほど、すごい進化しなくていいと思うそうだね、逆になんかそれぐらいなんかもう行っちゃった方がいいかもしれないですね。なんか結局そっからがスタートラインっていう、なんか言えずに我慢してて結局何も得られなかったら自分も損じゃないですか、そうですよね、でしかもなんかどうなんですかね、どうですか、言われた方が嬉しいですか。嬉しいですね、なんかやって行った方がいいですよね、怖いけどね、でも言ってでもそこから話が盛り上がるし、その周りにいる人も実はその話ちょっと気になるみたいな感じで、周りもグイッと来て、周りの人とも3個先の席の人とかとあんま話せないじゃないですか、そういう集まりとかコミュニティとかに。意外とその話を思いっきりしたら、あの上の大先輩とも話ができてつながるし、その周囲の人も意外とこうガッてくるから、その話の輪ができるっていうか、それも結構あるかなって思ってて、確かに、なんかね、ついついこうそういう自分よりもなんか実績がある人とかの場に行くと聞き側になっちゃうかもしれないし、私もそうだったけど、でもやっぱりね、その今の自分を出していく方が絶対得するよね、そうですよね、なんかもし仮に、まあ、こうちょっと行き過ぎたで注意されることとかがあっても、なんか大人になってからそうやってご指摘いただく機会って普段生活してたら多分あんまないと思うんで、なんか逆にそれもいい機会、まあ、成長する機会にはなりますよね。そうだね、なかなか注意してもらえないですか。そうだよね、そう、あえてその機会をもらいに行くっていうのが一個かなと、これはいいのか悪いのかっていう確認を私は結構するようにも、こう思ってるけどこれはいいんですかね、悪いんですかね、自分で判断ができないんですよ、やっていいのかやっていけないのかとか分かんないからも聞くっていうのとかは結構するようになりました。その方が早いですしね、でダメだったらもう諦めて、分かっちゃダメだそうだよね、違う、アラさんどう、コミュニティー、コミュニティー、そうです、そう、あのこの間菅さんのセミナーでやっぱりコミュニティに対してこうアプローチするっていうお話だったじゃないですか、で今これまでそんな やってないなって思って、まあ日報を報告するっていうのをやってたんですけど、でもそれくらいかなって思ったんで、まあ、この間初めてちょっと何ですか、ちょっと YouTube を初めてあげたっていうのを確認して、ありがとうございます、助かった人いっぱいいると思うって言っていただけて嬉しい、ってことは見てる、見てるし、でもすごい実際それをちょっとコメントとしてくださって、何だろう、書いてくださった方もいらっしゃって、結局なんか上げたことで一番良かったのは、なんかそういうコメントが何より嬉しかったっていう、私の方がなんかみんなに喜ばせてもらったなみたいな、
ところが結構あって、だから多分やった方がいいなと思いました、うん、その自分のモチベーション上げるって意味でも、うん、なんか、まあ、大したことないかもしれないことでも、うん、とりあえずこういうことやりましたとか、ね、コメント通知なさ通知来ないけど、確かにいいね、めっちゃ見ちゃう、それやると嬉しいから自分もっとやるように、そうなんですよ、私ももっとこれ頑張って投稿したんだ、コメントしようみたいな感じで、どんどん自分の動きが嬉しくて活発になる、それすごいハッピーな形、ハッピー、ね、みんなハッピーですよ ね、 そうですよね、コミュニティに貢献しようと思ってやった動きが結局自分にも価値になって帰ってくるみたいな、価値が循環してる感じがすごいですよね、そのページが盛り上がることが結果的に多分一番自分も嬉しいし、うん、もちろん情報くれた仲間も嬉しいけど、うん、きっと主催の方もすごく喜んでくれてるはずだし、やっぱりなんか自分が投稿したとか自分のやってるところが盛り上がってくれることほど嬉しくて、私も今みんなに協力してもらって今企画をやってるけど、やっぱりそれについてコメントもらえたりとか、それを盛り上げてくれるっていうのは、ね、ものすごく嬉しいなって、コミュニティじゃないけどその短期間の企画だけでもそれはすごくありがたいし嬉しいから、本当全然なんか全然大したことじゃないですけどっていろんな方がそういうふうに前向きでね言ってくださるけど、全然大したことですみたいな確かに主催する側も嬉しいですよね。そう、はい、あのやりますって言ってくれるだけで、全然嬉しい、確かに活気が、なんか活気がつくってすごいですね。そうね、一人やりますって言ってくれたら他の人もやってくれるようになるから、なんかきっかけ一個あるだけでちょっと違ったりしますしね。全然違いますね。なんかこうビジネスしてると、やっぱビジネスって価値を提供とか、うん、なんかうんちくばっかり入ってくるけど結局は大事なとこなんだけど、知識としてベースとして大事なことだけど、でもそういう文字面のことじゃないって、やっぱり心と心なんだなって私も最近感じることがすごく多いんだよね。そうですね、やればやるほどそう思っちゃいますよね。思っちゃう。だからこそコミュニティってどんどん生かしていってほしいかなと、ね、いるコミュニティだけで盛り上がるし、なんかそこでの活動が自分も活発になってと、他のコミュニティにいる人ともなんだかんだいろいろつながる、そうですね、スワイプができていくみたいな、スワイプができて、そしたら今のコミュニティにいて全然所属しないコミュニティがあるけど、そのコミュニティにいる人と結構仲良くさせてもらってたりして、そうするとそこのコミュニティにまた行きやすくなったりとか、はい、なんかそれもすごいこう自分がこのコミュニティながら他のコミュニティとつながっていくと、どん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 こうバーッとこう活動する幅が広がっていく、はいはい、っていうのもやっぱり横のつながりが一気にこう広がっていく、はい、その自分の今いるコミュニティで動くことでもっともっとコミュニティの広がっていくなっていうのはすごい分かってる、なんかこう今思ってる自分の視野以上に広がっていくっていうのはすごい面白いですよね。面白い、すごいなんか未知数で横のつながりはね、ね、大事というか楽しいというか、楽しい、ビジネス続けていく上で絶対必須ですよね、縦のつながりとは何だろうってだんだん分かんなくなって縦のつながり、縦ってあるんだけど、あるんですけど、師匠いらっしゃいます、師匠いるんで、もちろん縦なんですけど、なんか輪みたいな感じでなんか、はい、天風化が天風化が、めちゃめちゃ今目の前にいらっしゃるんでいやもちろんこうなんですけど、なんかガチこうなんか分かって伝わる、なんか固くなりすぎない、そうそうそう、それ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 の良さですよね、そうそうそう、今じゃどういう気持ちで聞いてる、大丈夫じゃあちょっとこれはカメラ切った後に菅さんからコメントいただきたいと思いますのでじゃあこの辺で、はい、以上になります、ありがとうございます。